こんにちは。新感覚バレーファンタジーカラーポアントのキンクです。アリです。ユニです。今日はちょっと番外編でストレッチ&手のポジション番号を一緒にレッスンしていきたいと思います。足の指のストレッチをやってみましょう。まずしっかりつま先を伸ばして、足は少し外側の螺旋階段をイメージして開いていきます。で、このままフレックス、はい、フレックスは足首からしっかりこうつま先を折りたたんだ状態ですね。この時なるべくかかとが浮くように目指して頑張ってみましょう。最初は開かなくてもいいので、浮くようなイメージ、しっかり膝の裏をストレッチしてまっすぐしていきます。そしてそのまんまつま先を伸ばしていくんですけれども、まず1段階目お願いします。指だけをつま先は一番先まで伸ばしちゃって、指だけをこのように折りたたみます。ここを通過してください。そして最後指だけまっすぐ伸ばす。はい、これでしっかり土踏まず足の裏が鍛えられているので、ちょっとやってみてください。もう一度いきます。フレックスに行きました。そしたらまずこう指以外の方をグッと伸ばしてしまいます。伸ばしてください。そうです、ここまで伸ばしきる伸ばしきる伸ばしきる、そうです、ここまで。で、最後に指を伸ばす。これでストレッチしてみましょう。はい、それではつま先を伸ばすときにやってしまいやすい失敗と正しいつま先の伸ばし方について説明します。まずつま先を伸ばすときに、ちょっと伸ばしてみてもらっていいですか。はい、ちょっと悪い例で構足をお願いします。これです。この角度で折れてしまっている状態、こっちの方に足がどうしても足の作り上、外側の外くるぶしの靭帯の方が伸びやすいので、こっちが伸びちゃいやすいんですね。なんだけど本当はこっちの内くるぶし側の靭帯を伸ばしたい。で、やっぱり先端の部分なので少し感覚が分かりづらいと思うので、このあぐらをかいた状態でちょっと練習してみましょう。まずあぐらをかいた状態、普通にあぐらをかいてみましょう。そうするとこの内くるぶし、外くるぶし側がくっついてます。もうちょっと足を前に出してもらっていいですか。はい、でこの状態が、外くるぶしが先ほどのように構足になっちゃってる状態と同じです。で、これを直すには自分で手で使ってもいいです。ちょっと手を使ってみますかね。手を使ってかかとをグッと上げてあげます。そうするとこういう風な伸ばし方と同じつま先の状態になります。もう一回悪い例の時はぺちゃん、これが一番ね、本当は自然であぐらをかいた時はなりやすい形なんですけれども、マレーのつま先の伸ばし方をエクササイズする時にしっかりかかとを上げて、つま先だけが地面についているこの状態、この状態を意識して分からなくなったら練習してみてください。はい、それでは足をバーに乗せたストレッチの時にやる注意事項をちょっとやってみましょう。まず足をバーに乗せます。この時に足は当然開いてターンアウトします。他のレッスン動画で説明した螺旋状に足を開いていくイメージですね。そのまんまつま先まで剣伸ばします。そしたらまず他のところは動かさないようにして、左手からストレッチ、この時そんなに肩にこだわらずリラックスしてやってみましょう。伸ばす伸ばす、そうです。これも自分の好きなテンポでやってください。少し痛気持ちいいところで長めにやるのがポイントです。それでは反対もいってみましょう。ここから右手を伸ばして、そうです。この時
この腰がまっすぐのまんまできるようにしましょう。で戻ってきてください。それではこの次は腰回りのストレッチをします。なのでこの肩を今度は足の方に垂直に持ってきます。この時骨盤が斜めになっていると前にすごく倒しやすいんですけれども、この場合なるべくまっすぐにして前に倒してあげるとお尻周りの筋肉がほぐれて腰痛にもいいので、ちょっとやってみましょう。それではそのまま前に倒す、息吐きながら必ず息を吸って吐くときに少し押し出すようなイメージです。もう一度起きてきて、しっかり呼吸してから、ふー、もちろん足の付け根を伸ばしたいときは少し骨盤を斜めにしてしまってぐーっと入ってもいいんですけれども、腰痛や腰が痛いときはしっかり骨盤をまっすぐにして前にしましょう。さらに起きてきて、この膝を曲げて外に折りたたみます。そしてこの外に開いた状態でもう一つ体を柔らかくリラックスで伸ばす伸ばす伸ばす、で戻ってきます。このようなストレッチもぜひやってみてください。はい、それでは足を持って横にグーッとストレッチするときの注意点もお伝えしておきます。まずこのように足を持つんですけれども、一番なりやすいのがうーっとくの字になってお尻が出てしまうことです。これは途中経過の時にはここを通過してもいいんですけれども、最終的にはしっかりお尻をしまってかかとを前にして持ってきましょう。足は無理に自分の体の真横に持ってこないでも大丈夫です。自分の足の可動範囲に合わせて少し斜め前のところでぐっと寄せてあげましょう。そしてこっちの足はかかと前前前って言って螺旋階段状に足を使うんですけれども、しっかりと軸足も床に螺旋階段状にグッとターンとしながら突き刺してやってみてください。手の番号をやっていきましょう。まず最初にアンバー、脇の下を潰さないようにまん丸のまんま、次アンナ番、そしてそのままアンオです。この時手の位置が真上に行き過ぎてしまわないように気をつけましょう。少しおでこの上あたりで長く丸を作っていきます。また肩もつられて上がらないように気をつけましょう。そしてアラセゴンドに持っていきましょう。この時肘の位置が肩よりも後ろに行かないように気をつけてください。そして今度は脇の位置が下がってこないように、これにも注意します。しっかり肘のアーチを保って丸みを持たせたまんまにしてください。そのまんまアンナバンに戻ってきてみましょう。このアンナバンの時の肘のアーチを崩さないようにアラセゴンドに持っていきます。肘が伸びきらないように注意してください。ではスムーズにやってみましょう。アンバーからアンナバン、そして肩を下げたままアンオー、そして肘のアーチをイメージしてアラセゴンド、アンバーに戻っておしまいです。はい、本日はストレッチと手のポジション番号のレッスンでした。ここで一つお知らせがあります。8月10日 ZEP 東京にてダンマス2に出演することが決定しました。ライブはネット配信とのライブとなっております。なのでよかったらネット配信のチケットをご購入してぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。